見た目がダイハツ、コペンにそっくりな謎の、コペニーが中古車市場に登場しましたが、これは一体どのようなモデルなのでしょうか軽自動車は日本で最も日常生活に密着した車種と言えるでしょう。小さなボディサイズと低コストで、狭い道や山道でも快適に走行できるだけでなく、 車両の荷物を積むことができるため、配送用や通勤、セカンドカーとして利用する人も多いです。しかし最近では、軽自動車を趣味として楽しむユーザーも増えており、軽自動車メーカーもその需要に応じたモデルを次々と発表しています。例えば、スズキ、ハスラーやダイハツ、タフトなどは、その代表例で、 趣味用途に対応した工夫がされています。これらのモデルでは汚れた荷物をそのまま収納できる内装や車中泊に適した設計が施されており多様な趣味に対応しています。さらに完全に趣味用途に特化したモデルとしてダイハツコペンが挙げられます。コペンは軽自動車ながら オープンスポーツという独自の特徴を持つモデルで、2024年8月時点で販売されている唯一の軽オープンカーです。コペンは2002年に初代モデルが発売され、その丸くて可愛らしいボディ等にシーターのオープン仕様で人気を博しました。スポーツモデルとしての性能も備え、 660cc 直列3気筒ターボエンジンを搭載し、最高出力 47kW 64PS 6000rpm、最大トルク 110nm 11.2kgm 3200rpm を発揮、トランスミッションは4速 AT か5速 MT が用意されていました。 この人気モデルは2014年にフルモデルチェンジされ、現在も2代目が販売されています。2代目コペンではオープンスポーツというコンセプトを継承しつつ、シャシーや樹脂ボディ、外板が刷新され、着せ替えが可能なデザインになっています。ラインアップにはベーシックなコペンローブ、クロスオーバースタイルのエクスプレイ、 初代らしいデザインのセロ、そしてトヨタ画像レーシングが、チューニングしたスポーツモデル GR スポーツの4種類が含まれています。なお、2024年10月下旬には、クロスオーバースタイルのエクスプレイが生産終了する予定です。コペンとジムニーが合体したコペニーとは、一体どのような車なのでしょうか これは初代コペンのボディをリフトアップし本格的なクロスカントリーモデルにカスタマイズした非常にユニークなモデルですこのコペニーは兵庫県にあるコペン専門店も枠によって制作されましたコペはコペンから2位はスズキのジムニーから取られたものでこの車はコペンと三代目ジムニーを組み合わせた ニコイチモデルとなっています。も、ファクの担当者は、このモデルについて、外見だけを作って終わりというわけではなく、ダウンギアや前後 E ロッカーなどを搭載し、アクロ走破性を向上させたカスタムを施しています。結果として、ノーマルのジムニー以上に、アクロを走破できる実践型の仕上がりになっています。 と述べています。具体的な改造方法としては、ジムニーのシャシーをそのまま利用し、ボディを取り外してフレームだけの状態にした上で、コペンのボディを被せています。もちろん、そのままではフィットしないため、コペンのボディを適切な部分で切り、ジムニーのフレームに合わせて加工しています。さらに、 ジムニー用のサスペンションも交換し、車高をアップさせることで、見た目も性能も本格的なクロスカントリーモデルに仕上げています。内装に関しては、ジムニーのメーターやエアコンパネルと、コペンのダッシュボードを組み合わせ、シートはコペンの記念モデルに搭載されていた純正のレカロシートを移植しています。その結果、 完成したコペニーは、ラリーカーのような存在感を持ち、砂漠などの過酷な環境でも走行可能な車となっています。も、ファクはさらに第二弾として、現行型のコペンエクスプレイのボディを移植した別のコペニーも製作しています。担当者によると、評判は良いものの、需要自体は少ないでしょう、とのことです。 非常にマニアックなこのコペニーは、きちんと行動を走行できる仕様となっており、販売価格は255万8000円となっています。この価格は決して高すぎるとは言えないでしょう。そしてこの車に乗れば、どこへ行っても注目を集めることは間違いありません。